はい、来ました平戸に。本当だ、うん、番外編になってる。はい、この日も風強かったね。強かった。この町が一望できるよ。あー、風がすごい。お殿様もこの景色眺めてたんだよ。そうですね、うん。城下町でも散策しましょうか。行きますか、うん、じゃあ参ろうか。え、何あれ。橋。え、すごい。もう町に下ってきました。街中に、うん、え、でもさ、この橋渡ったらさ、うん、市役所じゃん。入る前の門の橋みたいな感じ、うん、なんかすごい、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 うん、何橋だろう。災害橋で渡ったら幸せになれるのかな。なりたいですね、うん、ちっちゃい橋ある。あれ、渡ってない。うわ、橋が見えるかな。本当は渡ってるんですけどね。渡ってるけど橋みたい。こっちもなんかアーチになってますね。うん、ほら。この橋可愛かったね。でも今でも現役で使うらしい。すごいよね、うん、すごい。宝文寺橋はさっきの幸い橋を作る時の試作品だって、うん、4分の1だって。4分の 1？ うん、さっきの橋の4分の1で4分の1、うん、試作品。うん、試作品。そうなんだ。え、高音寺橋？高音寺橋かな。寺？寺？寺？あ、高音寺だ。高音寺？寺って書いてある。お前が高音寺？なんか甘い匂いがする。あー、カスドースだ、うん。めっちゃ美味しかった。ね、うん、美味しかった。なんかすごい老舗っぽい感じの。本当だね、スタイヤさんですね、うん、カスドースだね。中のさ、うん、なんかその雰囲気、うんうん、なんか古い建物の雰囲気みたいな。めっちゃ良かったよ。良かった。上初カスドース本当にね、もう購入してそのままお店の中で食べましたもん、ね、そう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 、うん、なんか素敵な、なんか畳のお部屋みたいなね。そうそうそう。美味しかったな。すごい。お、すごいこれ。なんかしみしみ。しみしみ。うん。でそんななんかしつこい甘さじゃなかったよね。うん、なんかもうほんと卵の味みたいな。うんうん。美味しかった。うん、おいしい。なんかザラメ、お砂糖のサクサク感と、うんうん、なんかね、中がしっとりしとるけんね、うん、なんかすごい。うん、おいしい。なんかね、卵の味がしっかりする。へなんかさ、うん、お砂糖すごいさ、まぶしてあるっていうかさ、うん、やったけん、めっちゃ甘いかなって思ったらさ、うん、そんな、なんだったんだろう。そんなに、あー、美味しかった。よかったね。なにここ、王直の道。王直の道、うん、来ました。うん、この時はね、通った時はなんじゃろうっていう、ね、まさか大事な道だったなんて。なん調べてみたら、え、ちょっと待った。お、私たち何もわからず通り過ぎようとしてますが、この王直の道、平戸の歴史において重要な人物、王直に関係する場所なんです。
ということで、レッツスタディ。なんかこういうのに慣れてなさすぎて聞いてて恥ずかしいですもん。王直は16世紀の後期版に見てる海賊集団の一人で、平戸や五島に来航し、密貿易を行いながら海外の船を平戸に招き入れ、平戸の海外貿易の礎を築いた人物です。1541年に松浦高信すごいですよね。屋敷跡もまだ残ってますね。平戸に移り住み、港を見下ろす町の一角に東風の屋敷を構えました。1541年、その屋敷跡の下を通る小道を王直の道と呼びます。新たな貿易拠点を探していたポルトガルと、平戸に海外との貿易拠点を誘致したい松浦高信との利害が一致し、王直の仲介により1550年、平戸に初めてポルトガル船が入港することになります。すっごいいっぱい歴史の勉強してる気がする。番組を見て、おーってなってるよ。この時さ、めっちゃ細い道歩いたからさ、そうそう、本当にたどり着けるのかみたいな、そう、不安だった。そこじゃない？そこじゃない？やっと看板見つけたんだよね。ちゃんとここじゃない？あ、待って、見て、ほら、あ、あれ？これっぽくない？これね、うん、あ、あ、ってことはもうちょっと上に登ったら教会が見える。あ、ちゃんと目的地方向来れてましたね。野生のか。マジ道なき道だったよ。本当に思いつきで細い道行ったら、うん、危ないところやったね。全員が見、教会が見えた。綺麗。綺麗。へえ、すごい。すごい綺麗だね、不思議ですもんね、教会とそのお寺が並んであるみたいな。不思議なの。あんまりないか、これ全部ないと思う。こんななんかすぐ近くに階段だよね。階段ですね。だとならでは、やばやば。もうただでさえ息上がってるのに。まいちゃん頑張って。頑張ります。カスドース食べたでしょ。食べた。どら焼きも食べた。めっちゃ食べたね。そうそうそう。何すんのかなと。ひらど。ジャビエル記念教会。はい。また下から見るとそう、この教会めっちゃ可愛いよね。ね、色もね、なんか薄いグリーンっていうか、なんか何色なんだろうね。パステルカラー。なんかめっちゃ可愛い。フィルムに残してきました。あ、そうそう、中が撮影でできなかったんだもんね。そう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 。それ何？砂鉄？なんかめっちゃ支えてありますね。教会のところは結構上まで登っていったけど、これまた下ってきたとこですもんね。1本。え、わかる？大きさ。めっちゃでかい砂鉄あったね。これ、めっちゃでかくない？やばー。おっきい。大砂鉄だって。あ、なんか看板あるんですか？樹齢400年だってよ。え、400? え、釘？すごいですよね、釘打ってある。え、隣にもある。めっちゃいっぱいある。
るよ、ほら、ここ、ね、ここ、じゃあ、くぎめっちゃある。え、この枝？枝だけ？枝だけ。え？なぜたくさんの釘が打ち込まれているのか、こんな言い伝えがあります。昔、子供たちがお母さんに歯が痛いと訴えるのを、ソテツに釘を打ってきなさいと言われたそうです。みんな歯痛すぎ。歯の痛みを和らげる一種のおまじないだったようですが、昭和に入り、ソテツの前に歯医者ができて、このおまじないはなくなったそうです。可能性もあるのか。そうですね。それも、だけじゃないもんね。六角井戸だ。あ、これが六角井戸？水溜まってるよ。丸いイメージですよね、井戸って。ま、丸か四角、のイメージ、うん。上からトランギ、六角って分かりにくそうだな。確かに。六角です。言っちゃってる。言っちゃってるやん。ピーマンもできた。六角ですって。めっちゃシュール。なんでそんな離れたところでしてたんだろう。久しぶりした。うまくいったんじゃん、これ。すっごいピーって聞こえるなって思ったら、ピーピー豆。ベーカリー。そっか、バッテリー交換とか、多分そう。なんかこういろいろしてる時にピーピー聞こえてる。まんちゃん何する？え、おすすめのとりあえずあんバターと、わ、美味しかったね。めっちゃ美味しかった。何しようかな。サルサボール美味しそう。わかる。わかる。サルサボール美味しそう。美味しそう。サルサボールにする？にしようかな。どこで食べよっか。手に持ってるのなんだっけ。カヌレ、カヌレ。これいただいたんですもんね。そうそう、うん、そうそう。そうだったら、ね、あ、よさげよさげ。天気いいし。本当やね、こう耳ながら食べよ。うん。ほかっちゃから行こうかな。わぁ、ディン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 、ここさ、外で食べるの注意だよね。ほんと注意。かぶりついていいかな。いた。今取れた。いや、わかんない。びっくりですよね。しかもさ、パンじゃなくて私の顔狙ってるよね。そうそうそう。危な。狙い定めるの下手くそすぎ。下手くそ。美味しかった。つら。マジ怖かった今。あれは怖い。マジ怖かった。持ってかれたの。何おでこ痛いとけど。多分映っとる場合？映っとると思う。ね、決定的瞬間。気を取り直して、はい、マジ怖かった。よかったね、袋に直したってね。うん、危うく全部持っていかれるところやったよ。でもパンとかも食べるんですね。ね、怖かった。怖い。の鳴き声聞こえた。もう怖いもん。あー、美味しかった。あとちょっと行きますか。うん、結構お腹いっぱい。もうめっちゃ鳥怖かった。ここで食べるのマジで注意やね。うん、うん、注意。
そこ目指す？あ、あのなんか展望所みたいな。うん、そうですね。ね、うん、じゃあそこを目指しますか。行きますか。タンタラン、タンタンタランタランタンタン。お、ここだ。わー、着いたー。ここここ。足かな。わー、これもよかったね。めっちゃ気持ちよかったよね、うん、すごい肌すべすべになりましたよね。なったなった。肩まで浸かりたかったもん。え、なんかね、結構トロトロしてる、うん、伝わるかな。伝わらんやろな、うん、ちょっとわからんかったね。ほら、自己完結早かったね。わー、結構なんだろうな、ぬるぬる系の温泉。わー、気持ちいい。疲れが取れますね、うん、全身入りたい。温泉の後はもうさっきの展望所目指して、うん、歩くばっかりやったね、うん、めっちゃ登りですね、うん、マジきつかった。うん、ここでも結構見えますね。ねえ、見えるね。あ、ひー。やばいの。やばいの、これ。生きてる。あ、生きてます。かろうじて。ハートのオブジェみたいなのあったよね。あ、そう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 。ハートのあった。え、ハートのベンチがあるよ。え、ほら、そうそう、ベンチ。え、めっちゃかわいい。かわいい。平戸って書いてある。ほんとだ。座ったらこうなるよ。かわいい。平戸。映えそう。ね。ね。すごい。平戸城も、橋も、海も。橋は微妙。あ、ちょっとだけ見える。橋は微妙だったね。あとちょっとだよ、ゴールまで。もうここゴールにしたかったですもんね。うん、綺麗だったしね。うん、だってこの階段やばくないですか。やばかった。こんなですよ。これとどめ刺さるね。うん、歩いて最後の階段だね。階段がもう壁みたいになってる。まあまああるしね。え、めっちゃ綺麗な公園ある。え、本当だ、公園。もうゴールしたい、ゴールしたい。あとちょっと、あとちょっとでゴールしたい。よいしょ。結構見晴らしいですよね、うん、景色はめっちゃ良かった、うん、今日歩いてきたとこが全部見える。見えますね。あっちから、だって平戸城からでしょ、うん、橋行って、うん、ちっちゃい橋見つけて、うん、あっち行って、うん、教会行って、お寺行って、うん、ソテツ行って。やばい。ほんとぐるっとしたもんね。大変でしたね。でも今日楽しかった。ね。
カスドースも食べれたし、美味しいパンも食べれたし、温泉も腕だけ入れたし、最高や。ですね。うん。なんか今日すごいね、達成感がね。今回松浦鉄道沿線ぶらり旅の番外編ということで平戸市にやってきました。またそれでは次回の駅でお会いしましょう。さよなら。はい、ということで VTR は以上になります。楽しかった、はい、いかがでしたか。いやでもなんかさ、伊万里駅からさ、平戸の番外編まで、でも結構2年ぐらい経ったよね、忘れとるところもあって、なんかその総集編でさ、あ、行ったねみたいな感じになった。懐かしいみたいな、結構もうカットしてる部分も多いんで、ちょっと気になるところがあるなっていう人はちょっと本編の方見ていただければいいかなと思います。で、まあぶらり旅まだあと全部で57駅あるので、まだまだあと37駅、はい、めっちゃ続くねありますので、でもうまだまだね訪れていない駅がねそれだけありますので、ちょっとゆるゆりとまたぶらり旅を続けていきたいと思っておりますので、皆様もお付き合いいただけパンとゆるいもんねちなみに次の駅ってどこだっけ、はい、次の駅はちなみにあの西田平駅になります。西田平駅か、はい、何があるのかな、何があるんだろうちょっと楽しみに、はい、お待ちいただければと思います。はい、それでは、次の沿線ぶらり旅、次の駅でそれでは、松浦鉄道沿線ぶらり旅総集編はここまでとなります。はい、また次の駅でお会いしましょう。さようなら。Thank you.